はい、J のギター講座です。今回ですねリクエストいただきたんですが、しげのさんかのもさんかどちらかです。ネックの握り方を教えてください。でもどういう握り方なんかと思ったら、いつもは正面しかないので、多分こっちの方の角度が分かんないんじゃないかなというふうに僕は解釈して、こういった感じで角度をしてます。こういった感じですね。いつもはこういう感じで正面しかね映ってないので、これを知りたいのかなと思ってます。簡単にやってみたいと思います。僕は C はねこういった感じでやってますので、こういった感じですね。 C の時とか Em の時はこういう感じですね。 F の時は若干省略コードの時はこんな感じですね。ベターっとつけてます。こう手のひらをベターっとつけてます。ハイコードした時だけこの親指を後ろに回してます。一応ならここのね人差し指をしっかりとサポートするために親指はこういうふうにすると、こう力が入らないのでこういう感じですね。 G はこういう感じ、これ参加棒で弾いてます。だから注意するときはやっぱりこうハイコードに変えるときだけ、普通はこういう感じで弾いてますので、こういう感じで弾いてます。ここの親指はですね、こう入ってるんだけどもほとんど関係ないっていう感じですね。例えば C のときはこういう感じでやってますので、親指はもう全然気にしないんですよ。ここにもここでもうミュートしてますんでね、こう感じでいきます。難しいこのこれですね。これはちょっと難しい。B ですね。B と B フラットですね。感じですね。こんな感じでいいでしょうかね。どうでしょう。どうでしょう。握り方をやってみましたがね。あんまりこう。参考になったのかな、大丈夫でしょうかね。見え方がねなかなかあれなんで、こういう感じになりました。はい、質問があったらどんどんお寄せくださいませ。コメントをお待ちしております。褒められると伸びるタイプでございます。はい、ということでね、質問があるならちょっとこう詳しく質問してくれるともっと分かりやすいかもしれませんが、今回は自分で解釈してね、握る角度をちょっと変えて、説明してみましたけど、参考になりましたでしょうかね。はい、よかったらチャンネル登録してまた見ていただきたいと思います。 J のギター講座でした。